あら、こんにちは。ログインしてたのね。どう？ちゃんと稼げてるかしら。私はほどほどというところ。上が見えている気はするけれど、もう一つ届かない感じよ。お互い頑張りましょう。努力していればいつかね。やあ、シノ、ここにいたんだね。シュピーゲル。ああ、僕さ、伝えたいことがあって探していたんだよ。見つかった。そう、用事ならメールをくれればよかったのに。せっかくだし直接会って話したかったんだ。教室の姿じゃない GGO のシノンを見たくてさ。そう、でもここで学校のことを話に出すのはやめてよ。おっと、そうだね、ごめん。うん、それで伝えたいことって？そうだった、聞いてよシノ、もしかしたら最強の狙撃銃が手に入るかもしれない。どういうこと？レア狙撃銃をドロップするやつが現れたってこと。ダンジョンにそういうボスが出るようになったっていう話なんだ。拳銃だの短期間銃だのをドロップするボスは今までもいたけど、今回は狙撃銃の番じゃないかって。まだほとんどの人は知らないはずだよ。今までの例から言って、こういうボスはポップ数に限りがあると思う。ドロップ率だって高くはないだろうし、早めに行動するほど有利になる。だから急いだ方がいいよ。ほら、これダンジョンの座標。もちろんさ、だって僕はシノンに GGO 最強のプレイヤーになってほしいんだから。強力な武器があればシノン一人でどんな敵にも対処できる。そうすればわざわざ仲間に頼ることも合わせることもない。本当のシノンが戻ってくるんだ。本当は僕も一緒に行きたいんだけど、この後兄さんと大事な約束があってね。ついていけないのは残念だけど、シノンが銃を取り逃すよりはいい。それじゃ頑張ってね。応援してるよ。行っちゃった。どうかしら。別にそんなこともないと思うのだけど。まあいいわ。それより今はこの情報よね。強力な狙撃銃、正直すごく興味あるわ。たとえ推測に過ぎない話だとしても、私は強くなりたい。早めに行動するほど有利になるっていうのは彼の言う通りだと思う。ほとんどの人が知らないっていうのは何人かは知っているってことだわ。すぐにでもこの座標に向かわないと。あ、虫のいいお願いなのは分かっているけど、手伝ってもらえないかしら。もし本当に狙撃銃がドロップしたら、あなたにそれを渡すことはできないわ。でも埋め合わせはするから。ここね。もらった座標が正しければこの部屋のはずよ。
いるわ。あれね、大きい。それにあの名前、間違いない。こいつがシュピーゲルが言っていたボスだわ。動かない。まだ感知範囲の外なのかしら。それならちょっと試してみましょうか。遮蔽を取って狙撃してみる。ここでいいかしら。ごめんなさい、しばらく静かにしていてね。聞いていないわけではないわね。少しは通る。でもこれは簡単に勝てるような相手じゃないわ、そもそも勝ち目があるのかどうか。一旦撤退。ここで戻ったら何をしにここまで来たのかわからない。私だけじゃない、あなたもいるなら勝機は五分。半分もあれば十分だわね。あいつは強敵よ。それでも一緒に戦ってくれる？ありがとう。私はここから狙撃に徹するわ。一番得意なことだから、あなたも自分の戦い方をして。お互いに力を合わせていきましょう。敵の攻撃が偏っちゃうかもしれないけど、ちゃんと支援するわ。もちろん本当に危なくなったら下がってよ。勇気と万有は違うんだから。よし、始めましょうか。頑張りましょう。回復するわね。当ててみせる。
ローディング。ありがとう。まだちょっと頭が切り替わらないけど、本当に勝ったのね。そうだ、ボスのドロップ確認しないと。これはアンチマテリアルライフルティアマト、すごい威力と射程。その分重量も要求ストリングス値も莫大か。確かにこれは最高レベルの狙撃銃ね。あなたのリアルラックにあやかれたのかもね。改めて言うのもちょっとあれ。ありがとう。こうして無事に勝てたのはあなたのおかげよ。私だけだったら攻撃力も耐久力も足りなかった。そもそも挑んだかも怪しいわ。あなたが、仲間がいたからこうして戦えたんだと思う。あら、買いかぶりよ、そんなの。評価してもらって悪い気はしないけれど、そもそも足りないって思ったからここに来たのだしね。そう、足りなかった。でもこれでこのティアマトで、シュピーゲルは強くなれば仲間に頼ることもないなんて言っていたけど、私はそうは思わない。仲間は仲間、頼ったり頼られたり、それは強さとは関係ないことだわ。強くなるのは仲間から離れるためじゃなくて、仲間に報いるため。私は今までみんなにたくさん支えてもらったから、今度は私がみんなを支えられるようにって思ったの。ありがとう。ちょっとらしくなかったかしら。あのね、誤解しないでほしいのだけど、私にも個人的な目的はあるからね。頑張りたいこと、克服したいことがあって、そのために強くなりたいっていう部分ももちろんあるわ。聖人君子なんかじゃないんだから。私はさ、そろそろ戻りましょう。レア武器を持っているのだし、まだまだ気を抜けないわ。多少の遭遇は覚悟して、最短距離を。私さっきの戦闘でほとんど弾を打ち尽くしていたわ。ティアマと思ったら重量限界ギリギリになったし、これの初期装填分しか打てないかも。あの
私たち仲間よね。もう少し頼らせてもらっていいかしら。ありがとう。この借りは活躍して返すから期待しててね。